そうですね、やっぱみんなみたいにスピードはないし、何が自分の強みかって言ったらやっぱ身長とこの体格使ったパワーだと思うので、そこだけは負けないように、やっぱ海外選手も大きくて強い選手がいっぱいいるので、そこの選手たちを止めれるように、そこの選手にも当たり負けしせずに止めれるように、それが私の求められている仕事だと思ってます。やっぱ4人しかいないので、まあ、一人一人がしっかりこう自分責任持ってやってきるチームなので、まあ、特に私が引っ張っていかなきゃいけないってところはあんま感じないんですけど、まあ、やっぱりその中でもこうプレー面とかでもうきつくなってきた、今流れが悪い時とか、そういう時にはしっかり自分から体を張って率先してプレーアグレッシブにプレーしていきたいなと思ってます。やっぱスピードが武器なので、スピードとあと2ポイントのちょっと離れたロング2ポイントを見てほしいです。普段 3x3 とかを見ない方からもいろいろメッセージとかいただいて、本当になんかたくさんの方に見ていただいたんだなというふうに思いました。私の、まあ、プレースタイルとして、もともとドライブでアタックしていったりとか、リバウンドだったりとか、そういったところを認めていただいて、今こうやってメンバーに選んでいただいていると思っているので、なのでオリンピックでもその、まあ、まずはリバウンドをしっかり絡んでいけるようにっていうのと、アタックしていって相手のファウルをどんどんかさませるっていうのは私の仕事かなというふうに思います。3人制のバスケットボール 3x3、東京オリンピックで新たに実施されることになった種目の最初の試合に女子の日本代表が登場します。苦しいシュートですが決まりました。終盤よく追い上げた日本ですが、わずかに及びませんでした。